はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はスタジオワンのお話をしていきます。今ギターとドラムの簡単な音が鳴りましたけれども、今日のお話はスタジオワン純正のループ、これをうまく活用していこうというお話をしたいと思います。特に今日はギターのお話をするんですけれども、ギターのストロークとかは専用のソフトがあればとても簡単にコードバッキングをしたりということができるんですけれども、有料の音源を持っていない方にとってはスタジオワンの基本機能でうまくやっていきたい、そんな方も多くいてると思います。今アコースティックギターのこういうループを探してみたわけですけれども、このループの使い方というのをお話しします。右の方のブラウザという領域にループというのがあります。このループはダブルクリックをするとサンプルを聞くことができます。ちょっと聞いてみましょう。今度はアコギ以外の音を聞いてみるようにします。エレクトロニックというのを押します。例えばこれを聞いてみましょう。はい、簡単なダウンストロークでしたね。他のも見てみましょう。エンディングのジャーンって感じで使えそうですね。じゃあこれ、はい、このようなリフのようなものも入っています。じゃあこのループをここに入れます。じゃあ聞いてみましょう。これをもう少し刻んだ形にしてみましょう。はい、この部分を今8分音符になっているものを16分音符にします。これを右にスライドさせまして、オルトキーを押しながらここに持ってきます。そして重なった部分をこのように消します。これでコントロール C でコピーをします。そしてここに貼り付けます。はい、こうするとここが16分になったわけです。これで聞いてみましょう。このようにスライスしたオーディオを自由に移動させたり伸ばしたり、そういうことができますので、ギターがメインの楽器、クオリティの面が気になるときはこういう使い方ができない場合もありますけれども、他の音に混ぜて使うようなときはこれで十分な音になる場合があります。例えばここにUJAMのソフトがあります。これをオンにして聞いてみましょう。こういうふうにもできますし、もしこういうものを使わないにしてもスタジオワン純正のアンプリというエフェクター、これがあります。こういうものをうまく使えばエフェクトがかかりますので、こんな形の音になります。例えばここにワウのようなものを付け加えてみましょう。インサートストンプ、このようにしますといっぱいいろんなエフェクターがあります。これがワウです。どんな風になるでしょうか。はい、もう少しイコライザーを追加してみましょう。曇ってる部分を上げていきます。
このようにギターのエフェクターをうまく組み合わせればループ素材であって、そしてなおかつコード進行にユニバーサルという形でコードチェンジに追従させていけば、こんなようなギターバッキングができます。スタジオワン純正の音源とループだけでアレンジをしていくことができるわけです。有料のギタープラグインなどを買う前に、まずは自分で練習のためにこのループを使ったりして、コードに従う機能をうまく使ってアレンジの練習をしてください。純正のソフトだけでもいろんな編集ができます。今日は初心者の方がまだ有料プラグインなどを買わない方でもバッキングを作っていく方法というのをお話しさせていただきました。村長スタジオでした。